私が極真空手を始めたのは、15歳の時ですね。だから26年前、極真を始めました。やっぱり動機は、空手を始めた動機はやっぱり強くなりたくて、大山マスター総裁の強さに、超人的な強さに憧れて空手を始めました。大山総裁はいろいろなところで海山で、トレーニングを昔積んでましたが、このような場所でやっぱり一人で稽古するっていうのは非常に大変なことだと思います。夜になればやっぱり怖いですし、食べるものもないですし、やっぱり今の時代の我々にとってはちょっと、信じがたいというか、できないことだと思います。今年で9回目を迎えた桝大山メモリアルカップですが、年々参加人数も増え、年々参加してくる海外の国々選手も増えてきまして、今年は総勢350名の選手が出場して、子供から大人、女子、女性の部、それからシニアの部、一般男子の部までたくさんの選手が参加して、非常に盛り上がった大会でした。非常に盛り上がった、非常に良い大会になりました。